ジャラン35年の歴史に幕。今月突然発表された人気旅行雑誌ジャランが休刊するという驚きのニュース。しかし全国に5種類あるジャランのうち休刊するのは4種類。なんと我らが北海道ジャランだけは存続が決定。これに対し SNS では、北海道版はなくならないでよかった、地元民も意外と活用してるんだよね、北海道つえーと北海道の観光人気に改めて驚くコメントも。北海道は道外からだけでなく地元民の観光需要も高いんです。そこで存続を記念して北海道ジャランの30年史を追跡すると、衝撃の事実が判明。創刊号、オーストラリアを楽しむ海外ツアーの選び方、一体なぜ創刊号に海外の情報が、さらに沖縄に東京まで北海道以外の観光情報だらけ。時代とともに様変わりする道民の旅選び、秋の観光シーズン、今日は北海道ジャラン30年の歴史から見えた意外な道民の旅のトレンドを徹底調査します。世の中の疑問に深く切り込むコーナー、追跡です。今日のテーマはこちら、北海道ジャラン30年史で見えた道民の旅のトレンドと題してお伝えします。まあ、先ほど VTR にもあったようにですね、今回唯一存続することが決定しました北海道ジャラン、いや嬉しかったよ、やっぱり理由としては北海道民が旅が好きだということもきっとあると思うんですよね。はい、で今年で北海道ジャラン30周年を迎えることになったんですけれども、こちらをご用意いたしました。いきますよ、せーの、おー、細かい、こちら30年間の北海道ジャランの表紙です。もちろんこれ全てではありません、これでもわずかでごく一部なんですけれども。そうなの、並べてみました、石井さん、すごいですよね。いや、これ貴重だと思いますよ、こんな一堂に会して見ることでないじゃないですか、1994年から2024年まで、いろんな旅のトレンドが反映されたこの表紙、ちょっとね、これ一個一個振り返ってたら本当にあの番組ミンテレ終わっちゃうんで、ちょっとね見てほしいものからいきたいんですが、やっぱりちょっと創刊号見たいですよね。見たい。創刊号こちらなんですけれども、これちょっと拡大してみました。はい、こちらご覧ください。はい、これが1994年10月号最初の北海道のジャランです。で創刊号なんですけれども、ちょっとこのハテナのところめくっていきましょうよ。いいね。ちょっとこちら拡大しました。オーストラリアを楽しむ基礎知識。おお、あら、北海道ジャランなのになぜかオーストラリアだ。いきなりオーストラリア、海外だ、はい、海外の話出てきました。続いてこちら、秋は沖縄がぐーんとお得、東京、もしくはローマ字にしちゃいました、東京で今噂のスポット14。あら、そうなの、全然北海道ないじゃない、道内じゃないんだね。まあ、北海道の話題もねあるにはあるんですけども、なぜか海外に道外と。でこれ理由が分かるんです、もう一個ハテナ隠れてます、こちらです。はい、サブタイトル的に書いてあるこちら、北海道国内海外を楽しむ旅の情報誌。最初はそうだったの、コンセプトが今とちょっと違います。つまり全部ですよね。ね、そうですね。そうなんです。しかもよく見てください、これジャラン北海道初って書いてますよね。北海道版じゃないんだね。北海道ジャランじゃないんですね。つまりこれ何かと言いますと、これ北海道から外に出て楽しむ北海道出発点にしたっていう書いてある、北海道から外で行きましょうっていうことね。そうなんですよ。どうです、昔ってやっぱ海外旅行だよねっていう雰囲気ありました？そうですね、昔はね、道内に行くよりも地元行くよりもやっぱりちょっとがっつり休み取って海外行ったりとか、東京行ったりとか、本州回ったりとか、そっちでしたね、メインはね。やっぱりね、そういうことあるんですね。さあ、創刊号だけでもこれだけ楽しめちゃいます、表紙で。はい、ちょっとね他も見ていきましょうよ。はい、続いてご覧いただきたいのはこちらです、
はい、これ創刊の翌年ですね、1995年の2月号なんですが、これもちょっと拡大して見てみますね。はい、こちらです。はい、こちらなんですけども、大々的に歌われているのが、寒い時は屋根付きに限るわ、和をカタカナにするあたりが、石井さん時代感じますよね。和っていう、はい、冬だからインドア大特集。ダメじゃん、外行かなきゃ。今だとね、雪やこう冬を楽しもう、北海道はそれも魅力だよね。当時はね、インドアもう寒いから中入っちゃおうと。面白い。しかもこちら、はい、やっぱ海外情報あります。半袖で出かける東南アジア、ここもやっぱり冬寒いからあったかいとこ行きましょうっていうノリですよね。気持ちはわかりますけどね、うんうん、でもちょっと今とはやっぱり冬の捉え方も、冬の観光の捉え方も違うのかな。真逆だよね。びっくりしないでください、うん、皆さん。ちょっとこちら、はい、知っておきたいウェディング特集。あれ全然旅行じゃないじゃん。雑誌変わりました。じゃらんです。じゃらんでウェディング特集もやったの。なぜかウェディング特集まで行われてしまうと。ちょっとびっくり。幅広い。今ちょっと細分化されてるからね、いろんな雑誌が、はい、いろんな、ね、雑誌、ウェブなんかもありますけれども、複合的だったんだね。はい、もういろんなことやっちゃおうということなんですよね。さあ、そしてまた表紙に戻りますよ、はい、これね、いろんなことやってたのも10年経つとちょっとまとまってきます。こちら、はい、これ創刊10周年の記念号なんですよ、うん、はい、でここには全道100軒うまい店と書かれてたり、あと小樽ニセコとか、あと札幌グルメとか、やっぱりこう道内の話題がもうほぼ占めてるんです。戻ってきてる。そうなんです、うん、でさらに横行きます。横行きますとこちら、これなんですけど、皆さんちょっと変わったのに気づきません？あ、北海道じゃらんになった。そうなんです。実は2007年に北海道じゃらんになったんです。2007年、はい、でさらにこれ横行くとちょっとね気になる、これ洞爺湖でちょっとエコ旅。エコ、エコで下行きます。下に行きますとこちらにも洞爺湖でちょっとエコ旅。洞爺湖続きだね。江上さん、これな、分かります？理由。いや、でもこうやって取り上げられるってことは何か全国的なとか世界的なイベントごととかですか？ あれか、 あれですよ。石井さん分かります？首脳陣が集まる。そうなんです。はい、はい、実はこの頃北海道ではこちら、そうしましたね、はい、2008年7月に北海道洞爺湖サミット開催、各国の首脳が北海道に集まるというビッグイベントありましたので、それに伴いまして洞爺湖が注目されて、はい、洞爺湖でちょっとエコ旅、はい、こういった企画が、まあ、企画されたということなんです。サミットの時ちょっと洞爺湖ね見直したもんね、みんないいとこだよねっていうことありましたもん。でサミットがあるから、ね、洞爺湖の周りの道もね、綺麗に改装されたり、はい、あとこのね、うん、ホテルも注目されたりとか、うん、結構やっぱり、あ、みんな洞爺湖いいとこなんだって改めて確認しましたよね。なんか北海道いいとこなんだなって改めてね、自分たちで自分で思いましたよね、うん、世界から注目された、こういったイベント踊り合わせて特集を組むというのもこのじゃらんの特徴ですよね、うん、はい。そしてちょっと一気に時を動かして最近なんですけど、ちょっとこの辺り見てください皆さん。この辺り見るといいですか、はい、日帰り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 、あ、すごい、日帰りだらけ、全然止まらない。日帰りなんだ。お泊まりしない。そうなんですよ、日帰りブーム。日帰りで簡単にこうね、楽に旅を楽しもうっていう、うん、そういう方が増えてきた。新さん、創刊号オーストラリアですよ。いやー、でもこんなに旅のやり方というか仕方っていうのは皆さん変わってきてるってことなんでしょうかね。そうなんです。北海道民の旅のトレンド、今ちょっと表紙を見ただけでも分かりますよね、はい、この変化というのを、では北海道じゃら編集部を突撃して聞いてきました。向かったのは北海道じゃら編集部。今年で創刊30周年を迎えたということで、歴史を紐解くべく過去の雑誌を見せていただくことに。あるんだね、ずっと貴重な創刊号を発見。ありました、ありました、これが創刊号。なんかよく見てみると、オーストラリアを楽しむ海外ツアーの選び方、秋は沖縄、
東京北海道のジャランですよね。どういうことですかこれは。北海道発という指名にもある通り、道内はもちろん道外や海外の情報を幅広く取り揃えてお届けしておりました。本当だ、今北海道ジャランっていう名前なのに、当時はジャラン北海道発って書いてます。サブタイトルみたいに北海道国内海外を楽しむ旅の情報誌って歌っちゃってたんだ、はい、当時は。はい、そうなんです、気になる海外特集のページを見てみると、あることに気がつきました。ここに載ってることを、結構今北海道でできちゃうこと多いですね。そうですね、ラフティングなんかはニセコとかでもできますし、うん、こういうのをやりに海外に行ってた時代から充実っていうんですかね、はい、随分この時とは変わってるのかもしれないですね。はい、やっぱり創刊号なんかちょっと味があっていいですね。おかみさんとかがすごいこう出てきておかみさんがちゃんと顔を出して、はい、すごいな。翌年2月号では冬だからインドア大特集。当時は北海道の冬を満喫したい道民はもちろん、暖かい場所で過ごしたい道民に向けた特集も組まれていました。1999年には道内人気観光地調査を開始。2001年、これまでに行ってよかった道内観光地ランキングでは奥尻や利尻など島が上位にランクインしているのに対し、最新の調査では1位の函館を除いて温泉街が上位を占める結果に。時代とともに癒しを求めて道内旅行する人が増えているのかもしれません。増えているといえば、こちらもこの号なんかは道の駅の特集ですよね。それいけ道の駅、新しく道の駅がどんどんとオープンしていく、はい、これぐらいの時期からなんですかね、その目的地になってきたみたいな。そうですね、まあ、温泉があったりとか、美味しいグルメがあったりとか、道の駅自体を楽しみにお出かけする行動パターンも多くなってきたと思います、まあ、昔だったら確かにトイレに行ったりとか、そういう場所だったのが、もういろんなものが楽しめる場所ですもんね。2003年から札幌市内のデパートとコラボし、道の駅フェスティバルも開催。遠くにお出かけしなくてもご当地グルメが食べられると話題に。2004年には道内に86カ所だった道の駅も現在は128カ所と、北海道旅行には欠かせないスポットとなりました。北海道日本ハムファイターズが誕生した2004年、北海道じゃらん創刊10周年、表紙を見るとある変化が。海外の文字がここにはないですね。そうですね、この頃からは道民の方々も道内を旅行するっていう文化が、魅力的な施設もたくさんできてきたっていうこともあり、北海道内の情報を中心にお届けするようになっております。この辺りで今にこうつながるなんか形がこう出来上がってきてる感じがしますね、はいはい、そうなんです。道内旅行を楽しむ道民が増えた理由の一つでもあるご当地グルメ。2005年にはこんな企画も。この頃から北海道じゃらんで新ご当地グルメをプロデュースしております。例えば美瑛のカレーうどん、あとはフラノオムカレー、めちゃくちゃ有名じゃないですか旅の目的を調査すると、地元の美味しいものを食べるという項目が必ず上位に上がってきます。確かにこういうグルメがあると、はい、こう旅をする人もそれを目的に行くし、はい、お店の方も生産者の方も横で連携して、はいはい、地域でみんなでこれを盛り上げていこうよってなりますよね、はい、いいプロデュースしてますねありがとうございます衝撃の事実が分かりましたよ。美瑛カレーうどん、なぜ提案したかっていうと、下川がうどん、富良野はカレー、じゃあその間にある美瑛はカレーうどん、そんな理由で美瑛カレーうどんになったんですね。そうだったんです。自分たちで決めてたんですか。地域の方々からお声をかけをいただいて、一緒にグルメを作る形としておりました。あ、そうだったんですね、はい、あ、でも確かにこの時期って B 級グルメ、ご当地の新しいグルメを全国で開発していく動きがすごいあったじゃないですか、はい、大会もあったりしたので、だからみんな我が町の新しいグルメ作りたいっていう、こう熱量はすごくあったんでしょうね、はい。そして2007年にじゃらん北海道発から今の北海道じゃらんに指名が変更。その理由は、
北海道を発地にした様々なお出かけ先を提案するところから北海道内のお出かけ情報を届ける媒体として進化したというふうに。じゃらんの下のところに仕掛けていきます。北海道の食と観光活性化、最初の頃に歌ってたその北海道国内海外を楽しむみたいな、北海道から外に出ていくじゃなくて北海道を活性化していくっていう、ここに宣言されてますよね。あの素朴な疑問いいですか。はい。ジャランってどういう意味なんですか。インドネシア語で道とかプロセスを意味するんですけど、ジャランジャランで旅をするとかプラプラするとか、そういった意味があります。インドネシアの言葉なんですか、ジャランって。はい。うわー、全く意外でした。そんな使命が変わった2007年からの表紙を見てみると、洞爺湖、洞爺湖、洞爺湖、はい、結構洞爺湖の洞爺湖サミットがあったということで洞爺の特集を。やっぱりそういう大きなイベントがあったりすると特集したりっていうのは結構よくあるんですか。はい、イベントをきっかけにそのエリアに興味を持たれた方が多いかなと思うので、実際に行った時に楽しめるような細かい情報をお届けできるように特集を組ませてもらっています。社会実験で一部の高速道路が無料化となった2010年には夏のドライブを大特集。消費税が 5% から 8% に上がった2014年には1万円以下の宿泊プランや道の駅ワンコイングルメなど時代背景とリンクした特集が組まれていました。そしてこの年には創刊20周年の号なんですけども、はい、紅葉&グルメマップ。グルメっていう言葉はその前からまあ出てきてはいるんですけども、はい、増えてるような気がしますね。この頃からフードツーリズムっていう言葉が聞かれるようになったりとかしていて、食を目的にしたお出かけをする方が増えてきたということもあり、グルメをテーマにした企画を多く入れるようになりました。昔はそのスポット紹介みたいなものの方がむしろメインだった、はい、もう今はグルメなくして旅行って語れないぐらいで、ね、そうですね。案外だからそういうのってこう昔からある旅のやり方じゃないってことなんですね。意外ですね。他にも日帰りやコスパなどの文字が目立つようになり、低価格でより気軽に楽しめるお出かけが主流に。そして新型コロナウイルスが流行した2020年、その年の北海道じゃらんの表紙を見てみると、あ、でも比較的表紙からはそういう雰囲気は全く感じないんですけども、お取り寄せグルメ、テラス席、テイクアウトでとか、影響は受けながらも旅の楽しさを伝え続ける。この時期は実売数も広告も少なからずコロナの影響は受けてはいたんですけれども、その中でもできること、各社の方々からも読んでるだけで行った気持ちになれるですとか、温かい言葉をいただいておりました。こんだけたくさんある中でここの時期だけなんかちょっとこうズンって沈んでたら、あああの頃って暗かったなって振り返っちゃうんですけど、はい、旅はいいものだよ、楽しいものだよってこう伝え続けてるこの表紙って、はい、なんかすごいジンときました。今こうやってまた旅ができるのはなんか幸せだなっていう気になりますよね。はい、現在サブタイトルは北海道を楽しむ旬のお出かけ得するマガジン。その名の通り今月発売の最新号では大盤振る舞い日帰り温泉特集、人気温泉の割引券最大半額クーポンがついてくるお得な一冊となっていて、今も昔も道民に旅の楽しさを提案し続けてきました。これ30年分の道民の旅の歴史が詰まってるわけですけども、はい、これからの道民の旅ってどうなっていくっていうふうに。タイパを求めるようなお出かけは引き続き続くのかなと思う一方で、アドベンチャーツーリズムのような長期で滞在するような形の旅の仕方も浸透していくんじゃないかなというふうに考えています。まあ、その旅行者だけが楽しむっていうよりも地域の人たちと共にこう自然だったりグルメだったり文化だったりを楽しんでいこうみたいな、コスパとか日帰りとかとは反対の軸だけど、その両方が道民が選べるような、はい、そうですね。ああ、そんななんか未来が来るといいですよね。そうですね、いいですね。そっか。じゃらんの表紙をたどっていくと道民の旅の意識が分かるという、石井さん結構壮大な物語でした。しかもじゃらんというこの雑誌を通して我々知らなかった地元の北海道のいいところを掘り起こしてくださってたなって感じもします。その点と点をつないでくれてる感じもしますよね。うん、そうですよね。はい、でここからはじゃあ未来の話をしたいと思います。はい、
いろいろと変わってきた旅のトレンドなんですが、これからの道民の旅の形一体どうなるのか、北海道じゃらん編集長、未来を大予測、10年後のトレンドはということで、なんと今回特別に10年後のじゃらんの表紙をミンテレのためだけに考えていただきました。ではこちらです。お願いします。本当ありがとうございます。はい、ということでこちら10年後の2034年の10月号の表紙、じゃらん編集部の皆さんに考えていただきました。まず目につくところですと、ここですよね、やっぱりね、はい、主要都市なんとかかんとか穴場のお気軽ランチ、はい、石井さん、ここ何が入るでしょう。もう主要都市もだいぶ合併されて、そんなないんじゃない、数が、町がね、町の数が減っているとかね。なるほど、皆さんいかがですか。なんだろうな、気軽、なんかすごい近未来的な言葉が入ってるんですかね。そうですね、動く歩道で行ける。立ってるだけでその現場に楽していけちゃうみたいな、ね、じゃあ一体何なのか、めくってみますよ、こちらです。はい、AI が教えてくれない、はい、なるほど、穴場のお気軽ランチ、面白い。つまりこれ前提としては10年後にはもうこうランチじゃあどこ行くかっていうのも AI が全て教えてくれる時代になっていて、だからこそ AI も知らない、まあ、口コミなんでしょうかね。ありえるな。こういったお店を紹介しますよという特集です。はいはいはい、時代のかなり先ですよ、これは。ありえるね、これは、ね、ありえますよね。さあ次行きましょう、はい、こちらです。これなんか今でもありそうですよね、道の駅、140駅というのは今からちょっと増えてますね。増えてますね、はい、完全制覇。じゃあ上です、なんとかで楽々、これは自転車で道の駅回った江上さん。ってなったら自転車って言いたいですけど、はい、でも未来なんですよね。未来ですよ、10年後、ループとか、あ、そういうね、はい、なんかね、はい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 、空飛ぶ車、空飛ぶ車、はい、ドローンで運送してくれる。あ、皆さん、いい線ついてるかも。いきますよ、こちらです、自動運転で楽々。あ、まだ飛ばないか、ね、この頃になるとね、そう、さすがに空飛ぶはちょっと早すぎましたかね。10年じゃないか。でも自動運転はもう完全装備されてる可能性結構高いですよね。140駅なんてあっという間に完走しちゃいますよ。だからもう、多分ナビとかにこう入れちゃうと、うん、もう勝手に運転しなくても勝手に連れてってくれるという時代が、いい、それで道の駅巡りたい。疲れない。でもそうなると逆に今度は体を必死に動かして自転車で回るっていう旅ももしかしたら、あ、逆で、逆ついて、それもやりたいんですけどね、それもそれでいいんですけど、また違った魅力がね、10年後は多分詰まってるんですよね。面白いですよね、うん、はい、じゃあ続いてこちら、はい、はい、やっぱり人気、10年後も人気なんですかね、函館、うんうん、丸々で快適、函館、はい、函館、うん、イカ、なんだろう、もうイカで快適って変でしょ。10年後はまたイカがたくさん取れる。あ、そうだ、ちょうど新幹線できるじゃないですか。来ました、こちらです。はい、新幹線で快適、函館すぐ行けるね。で、もう札幌とね、函館ももうこれ新幹線でこの時にはつながりますんで、はいはいはい、目指したら日帰り圏内なんて感じもあるかもしれないですよね。全然未来に頭向かない。全然答えられない、ね、未来楽しみになってきました、ね、石井さん、ここまでこういろいろめくってきましたけど、はい、どうですかこの表紙、ね、面白いなというふうに思いましたけれど、ひょっとしてね、これ将来ね、あれなんじゃないですか、一回りしてもうまたね、あの時代がやってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。あの時代、あの時代、うん、あの海外旅行にまた戻っ、一回りして、あの創刊号の頃の時代に、うん、海外旅行にまた行きましょうってまたなっていくんじゃない、ひょっとしたら。あ、歴史は繰り返しますしね。そうそうそう、今より LCC なんかももっともっと増えてる可能性もありますしね。そういった可能性っていうのは十分にありますよね、うんうん、ではですね、一つだけまだ残されてます、こちら、はい、この雑誌のコンセプト、ほうほう、こちらです。旅の手触りを大切に、北海道を遊ぶ暮らすみんなの旅情報誌と、旅の手触り、はい、手触りということで、ですからさっきね、言ってたように、その、あ、旅をする人だけじゃなくて、北海道で暮らしている人と旅をする人が一緒に文化とかグルメとかそういったものをこう楽しめるような、そういった旅のスタイルがどんどん広がって、それを後押しするような、そんなじゃらんでありたいという思いが
込められてますよね。10年、20年、30年、これから先もずっと続けていただきたいですよね。北海道の魅力だけじゃなくて、北海道の魅力っていうものを伝えてくれてる雑誌なんだなっていうのをより感じましたね。確かにそう、うん、まあ、30年間振り返ると、本当にあの世の中が平和で、我々に少しちょっとこう余裕が、ね、ある時にやっぱりこう旅ができるんだなっていうのを改めて感じました。じゃらんにはこれからも道民の旅の楽しさを提案し続けてもらいたいなというふうに感じました。以上、追跡でした。